おちょこでお酒飲むときいつも思うけど、憂いとフローラルをほのかにまとった女性にちょいと体が触れるか触れないかの状態でお酌してもらいたい。
はるか昔、おばあちゃんに手を取られ歩いた長島川の裏通り。お嬢様育ちのおばあちゃんはとても切符がよく、近所で評判の美人でした。そのおばあちゃんとよく行った大政寿司、そこにも昭和の名残があるタイルのカウンターがありました。湧き水を取り込んだこの店のタイル張りの水槽では、白玉を水にさらしたり、蜜やラムネなどのドリンクを冷やしていました。銀水の寒ざらし、上品な甘さと喉越しの良さ、大正4年に創業した初代店主の銀さん、そして昭和30年からは銀さんの孫にあたる田中初吉さんがその後を継ぐ。その初吉さんの親しみやすい人柄と人情味あふれる接客は、地元の人に愛され、著名人を引きつけ、全国から心の母としたファンが訪れました。高田さんですかって言われるわけ。あ、もうそうです、そうですみたいな。大体1回で聞き取りに行かないとね、言うのも申し訳ないなっていうから、ね、もう何でもいいや。風情がありますね。そうですね、タイルのね、昔のね、大正4年の100年近くですよ。そうですよね。はい、小林のね、おばあちゃんがね、おばあちゃんからですね、そういうのが優秀ですからね。
おちょこでお酒飲むときいつも思うけど、憂いとフローラルをほのかにまとった女性にちょいと体が触れるか触れないかの状態でお酌してもらいたい。君との乾杯で飲む酒はきっと美味しいに決まってる。お互いを知らずに育った僕らがこのチャンネルを通じて知り合うことになる。絡み酒をしない程度に楽しもうね。2月にメンバーシップの飲み会を諫早で行います。参加希望の方は加入をお待ちしています。
これ食べ物？3杯目の芋焼酎を飲み干す頃、錬金の疲れが出たのか、僕は少し酔っていた。島原生まれの君を思い出し、君の LINE を開いてみた。そこには新しい事業を始めようとしてる彼女の野望が記されていた。